近年、創薬や再生医療などバイオ研究の現場では大量に取得した画像を詳細解析することで細胞に関するさまざまな情報を取得・分析するハイコンテントアナリシスが広く行われるようになっています。横川電機は細胞の培養・保管からプレート搬送、画像撮影、データ管理、画像解析までのハイコンテントアナリシスの一連の流れをトータルでサポートするソリューションを提供しています。この動画では横川電機の提供するハイコンテントアナリシスシステムセルボイジャーシリーズについてご紹介します。ハイスループット細胞探索システムセルボイジャー CV8000 CV8000 は超ハイスループットのイメージングのために開発され、高精細な細胞画像を高速で安定的に取得するために必要な機能を備えています。ハイコンテントアナリシスでは細胞に関する多くの情報を得るためにさまざまなオルガネラやタンパク分子を対象にした多色での標識を行います。カメラを1台しか搭載していない装置では1色ずつ順次撮影していくため時間がかかります。CV8000 は最大4台のカメラを搭載し4色同時に測定できます。撮影にかかる時間を大幅に短縮することでハイスループットイメージングを可能にします。細胞の微細な構造を高精細に観察するためには高い分解能が必要です。狭小点顕微鏡はピンホールのサイズを小さくすることで分解能を向上できますが、同時に画像が暗くなってしまうデメリットが発生します。 CV8000 では分解能を重視したピンホールディスク、明るさとのバランスを重視したピンホールディスクの2種類を目的に応じて切り替えることが可能です。 CV8000 で行えるのは高速・高精細のハイスループットイメージングだけではありません。高性能インキュベーターを使用して長期間細胞を培養しながらのライブ撮影やタイムラプス撮影中に試薬を投与できるビルトイン自動ピペッターを用いたカイネティクスアッセイ、画像解析ソフトウェアセルパスファインダーを組み合わせたラベルフリーアッセイなどさまざまなイメージング実験を行うことが可能です。狭小点定量イメージサイトメーターセルボイジャー CQ1、コンパクトなボディでありながら CV8000 と同じマイクロレンズ付きスピニングディスク方式の狭小点ユニットを搭載。スフェロイドや細胞コロニーの3次元解析や細胞内顆粒のような微細な構造の検出などさまざまなイメージングにフレキシブルに対応可能です。 CQ11 台でアプリケーションの幅が大きく広がります。ハイコンテント解析ソフトウェアセルボイジャーセルパスファインダー。セルパスファインダーは CV8000 や CQ1 で撮影した画像から細胞に関するさまざまなデータを測定し分析するためのソフトウェアです。画像解析によって得られる多くの数値データに基づいて細胞に関するさまざまな現象を定量的に評価することが可能になります。セルパスファインダーには細胞を正確に認識するためのパワフルな画像解析プロトコルのほか、ラベルフリー画像や多くの視野からなるタイル画像を扱う機能など多彩で便利な機能が豊富に搭載されています。セルパスファインダーは先進の AI による画像解析も取り入れています。ディープラーニングを活用することで複雑な画像解析アルゴリズムを作成することなく、従来の方法では不可能であった高精度の解析を簡単に実行できます。よりライブセルフレンドリーなトータル HCA システムセルボイジャーが皆様を新たな未来に導きます。